おはようございます、クメブローズです。はい、おはようございます。スイッチの瞬間会話見えましたね今。まあな、はい、やっぱそれが男たるものやっぱプロですから、はい、そこでおうっすってやったらやっぱりこう視聴者のみんなは、はい、やっぱテンション下がるじゃないですか。はい、やっぱ僕からしたら視聴者の皆さんは神そしてマニーなんで、分散臭いさ皆さんね常にこうあ楽しいなって思ってもらえるような YouTube をお届けしなきゃいけない。なるほど。さあということで、はい、今日ねちょっとね湘南エリア波上がるっていう感じなんですけども、はい、ちょっともうすぐポイントつくんで、はい、ちょっと波見てから話すわ。わかりました。いろいろあるんですそれも。なるほど、はい、よろしくお願いします。はい、おちょっと波合うね。ありますね。しかも久々じゃないですか、オフ。確かにずっとお城だったもんね。はい、ちょっといい、俺ブチ切れちゃってんですよ。あ、ブチ切れ動画ですか今日。今日ブチ切れ今日全ての情報が湘南波グッドだったんですよ。あ、確かに昨日の方からそうでしたね。いろんなの僕も見ました。はい、波高波長風、まあ、そして波情報の予想とか、はい、外況全部見ました。で波絶対ありますみたいな。はい、見て、まあ、あるよ湘南にしたら。うーん、腹ぐらい。はい、予想は頭ぐらいあったよな。そうですね、あの盛り上げ方は。はい、あれっすね、俗に言う湘南マジック。ただ湘南サーファーは常にまあ飢えてるハイエナじゃんみんな。はい、だからすごいよね人の入り方は。うん、すごい。やっぱもう俺が波乗るぜっていう感じの、まあ俺含めね、ハイエナの最前線で走ってるのは俺なんだけどでも大丈夫ですかね。何がよ。この人混みで一人尺足りますかね。尺足んない可能性もあるんで。はい、前乗り。いや、行っちゃいます。それも一個言いたいんだよ俺、前乗り案件も。あのさ、前乗りさ、はい、いつの動画だっけ、千葉の動画かなんかでさ、はい、もう、ま、えぐい前乗りの雨荒れちゃったじゃん。ああ、はいはいはい。正直俺もニートも何とも思ってないの、うん、その前に乗られることなんて。だから、はい、みんな必死だからさ、わざとやってるわけじゃないと思うんだよ。まあそうですね。でさ、ましては俺らプロなんてパドルも速いしテクも速いからさ、はい、まあ、ヒロと分かると思うけどさ、はい、なんだよって思うじゃん、うんうん、その普通に楽しまれてるサーファーの方は、はい、でさ、なんかこう前乗りされてるんだけど、別に本当に乗ってるだけで全然何とも思ってないの。別に後ろで当てれるところで当てりゃいいやみたいな。へえ、俺全然怒ってもないし何でもないんだけど、はい、そういうのでなんか他の人の SNS とかでなんかこう前乗りしてる人たちを晒してるのが結構あるじゃん。ありますね。まあまあ見ますね。なんか危ねえみたいな、はい、しさ、ありますね。なんかこの このタイミングで前乗りするのはありえねえみたいな。はい、もちろん故意的にやるのは良くないよ。だけどさ、仕方ない場合ってあるじゃん。この波数も少ない、うん、で自分でめちゃめちゃ必死、うん、お前なんか全部前乗りしてんじゃん俺の基本。あれはしろって言われてるからやってますけどね。まあだからなんか、はい、そこでやっぱいいお互い気持ちしないよねっていう、うんうん、で水に前乗りしちゃったら前乗りしちゃったらごめんねでいいし、別にそれをいちいち晒す必要はないんじゃないかなとは思うけど。ピースじゃないですね。よくないよ、はい、ルールとしてよくないんだからよくないんだけど、なんかそういうのは思う、はい、売り言葉に買い言葉じゃないけど、はい、そういうのはなんかやめた方がピースフルだなっては思う。はいはいはい。ちょっとさ、はい、最近先にインスタグラムの方で出したんだけど、はい、CR トライヘリックスに合わせるフィンとしてはだいたいこのフィリペのモデルを使ってたの、はい、これは PG ってパフォーマンスグラスってやつなんだけど、硬いやつでしたっけ。そう、普通にエアコアの素材とかのフィリペを、まあ、ずっとつけてたじゃん、はい、でツインスタビって言ったらマーク・リチャーズのツインスタビをつけることが多かったんだけど、はい、ちょっとねこれ、おお、アルバムの2プラス1ツインスタビ、このねセッティングが
ものすごくいいかもしれない。そうなんですか。うん、なんかこうルース感とパフォーマンスをめちゃめちゃ気持ちよくさせてくれる感じ。はいはい。ツインサビだとちょうどいい抜け感とちょうどいいアクション感になるんだけど、はい、マークリチャーズだと、はい、でもねアルバムだとどっちもちょうどいいんだけど一歩踏み込めばめっちゃ機能するというか、例えばリップとかもバチンって力入れるとよりスカーンって抜けるみたいな、はい、なんか普通に乗る分には2プラス1なんだけどグッていくとめっちゃ抜けたりめっちゃルースしたりめっちゃこうターンドライブがフンフンって伸びていったりとか、ポテンシャルが1個高い感じがする。それはなんか形状に秘密があるんですか。多分そうだと思う。結構ここでかいしさ、ガッて上に伸びてるし、でフィン自体もグラスなんですよ、はい、そうだから素材も相まってシリアルトライにこのセッティングやばいかもって感じ。いいと思う。もしねシリアルトライ持ってる方がいたら試してみてもいいかも、うんうん、ぐらいすげえ楽しいセッティングになる。そうなんですね。このアルバムの2プラスはこれいいよ。俺あんまりツインサビ乗らないじゃん。乗らないですね。ずっとトライフィンでしょ。だけどめっちゃツインサビで乗りたくなる。やっぱ速くなるんですか。速いね。走りがすごく速くなる。聞こえてるか分かんないですかね。楽しみです。嬉しいです。待ってました。絶対嘘。ありがとうございます。よろしくお願いします。あいつ嘘って言ったらちょっと見せるあれじゃないんだけど、はい、ちょっとさ一回見てみてくれる。これエモシですか。エモシエモシ。めっちゃかさぶたになってた。いやそうそう、できるよね。うん、オフショアでよいい波。ほんとその板がバッチリハマりそうな感じですよ。何でしたっけそれ。ダウンドローズフィッシュレトロでしたっけ。フィッシュレトロ。フィンはそれクワッドですか。クワッド。結構なんかパフォーマンスクワッドみたいな感じ。そうだから結構怖いとパフォーマンスできるの、ファイゼル見たことない。このクワットすげえいい。めちゃくちゃハマる。ラウンドノーズフィッシュとは違ってトライフィンじゃないんですよ。クワットなんですよ。96はトライだったかな。どう違うんですか。そうレトロはもうちょっとこうね、あのレトロにしたの。そのまんまでした、ね、レトロはもうちょっとこうクルージーな感じだけど、やっぱりメイヘムだからメイヘムの良さも残しながらオルタナティブな感じもあるみたいな。本当に緩いサーフィンもできるしハイパフォーマンスもできるっていう。やっぱりまあこれツインにしたらね、ツインでもいけんだ。楽しいサーフィン、クルーズ系のサーフィンできるし、クワッドにしたらハイパフォーマンスできる。ツインでもいけんのいいよ。全然いける。すっごい速そう。どっちも乗れる板って楽しみが増えるから面白いよね、うん、そしてパドルがめちゃくちゃ速いね、この板。じゃあ今日見せてもらいましょう。とりあえずもう歩きながら聞こえる。わかりました。風なくなっちゃいそうだ。風も吹いてきちゃうし。はい。今同じと思ってる人いなかった。これマジか。ありがとうございます。ありがとうございます。波がとろくても掘れてても乗れる。この板はね掘れてても全然いける。リーフとか、うん、めっちゃ楽しい。それってデッキパッチはつけないんですか。そう、俺はつけてないね。なんかこの板の良さを引き出すのにテールのここの端を踏むから、はい、ここめちゃくちゃへこんでないんだって。一番先端がへこんでます。そう、エアするときに足ここにしてるの。え、ここですか。そうそう、だからあのここ足浮いてるみたいな。そうで、ここだと思いっきり回せないから、うん、はい、ここのテールのところに足をこんな感じ、まさにこんな感じに乗せて、はい、そう蹴るから、だからここまでワックス打ってる。ギリギリもギリギリっすもん。 そんなとこ踏むんだ。結構楽しい。だからこの板ね本当に何でもできるから面白いんだよね。見物です。じゃあちょっと行ってきますね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。
just running through my mind. Wonder if there's peace I could find. Instead of always being on the grind, I need a new purpose. I'm looking for so much more. Don't leave me here searching. You're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy, is there some place for safety? Just wanna disappear. Running out till I can feel you near. I need a new purpose. I'm looking for so much more. Don't leave me here searching. You're just what I'm longing for. When times are getting crazy and everything seems hazy, is there some place for safety? そっちからの角度どうだった？良かったよね。良かった。すごかったよね。もうあれ一本で本当に。ありがとうございます。取りパクりそうになっちゃいました。嘘。ちょうど雨降ってきて、T シャツカメラにかけようとして、かけた瞬間、走ってってた。マスト君が抵抗して走ってて、やべえと思って、ボタンを押してるか押してないか微妙なとこだったんですよ。ベックボタン。T シャツでなんかこわついちゃって、で。ああエアリバ決めた、うわーって思って、うん、やべ、でもレックこれ回ってるかと思って、うん、恐る恐る画面見たら回ってた。お前それ本当回ってなかったら、またこれクメブローズやばい。俺が決めてない手にされてるやつ。パンチアウト。危なかった。危なかった。できましたね。はい、先輩後輩めちゃめちゃたくさんいて、ね、はい、楽しかったですよ。久々の茅ヶ崎のこのコミュニティを感じれましたね、はい。ただみんなやっぱうまいから、うまいっす。
全然乗れなかったです。うまいね、キッズのさ、あのローカルの方たちも。うまい。うますぎ。乗れない。生きて行ったくせに一番乗れなかった、多分俺とまさか。だいぶ波待ちしてる時間長かったんですよ。前半やべえなと思って。後半ね、ギア入れましたけど。はい、楽しかったです。でもやっぱこういう板だと楽ですね。楽だね。やっぱ湘南はこういうモード1本持っとかないとダメだよね。まあでも嘘じゃなかったね、エアできるってね。はい。なんかアクションとクルーズどっちもいけるけど、まあアクションかなみたいなさ。よかったよ、よかったよ、本当に決めてくれて。ただちょっとお前のさ、この格好見て、やだやだ、これ、これかけてるんですって。なんだお前この露出鏡みたいな。あぶねなんそんなドジラの。いやでもこの雨がねパラパラ降る中頑張って撮影してくれましたね。ありがとうございました。やっぱその後に待ってるのは美味しいご飯ということで行きましょうよ。はい、俺あそこは好きなんですよ。あそこだけマサの好き。いやマサのやってることで好きなのはあれ、そこだけ。そこだけは。でちょっとご飯行きましょう。わかりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。てってでー、サンパイエアマーケットとしてねリニューアルしたんですよね。はい、オールドーナツ。はい、これはどういうことだ、季節限定ですか。季節限定。おー、何の味なんですか。ラズベリーピスタチオビーガンドーナツです。おー、おー、美しい。美しい。いやー、やっぱねサンパイエアは本当に大好きなの俺。いつもサーモン炙りポキライスでしたっけ、はい、ね、あるんですけども、プラスこのオロドーナツがね食べれるようになったということで最高ですね。うん、まさにここのアルバイトでいいんだっけ。アルバイトしてます。はい、アルバイトしてますたまに。はい、すごいですからね、はい、このお店もプロデュースされてますからね。立ちますよね。確かにね。うわ、うわ、まずまずね、これちょっと本当に食べてほしい。これ宣伝っぽくなっちゃうのが嫌だけどね、ほんと毎回。やばい、うまい。マジでビーガンじゃないよね、これ、うん、もっちりしてるんですよ、うん、生地が。はい、プラスこの今、ラズベリー、うん、相性抜群。なんかしかも甘すぎないこのなんか上質な感じ、うん、ピスタチオがいい。えピスタチオ、ピスタチオがいいさ、アクセントになってるよね。なってるね、これはうまい。抑えてくれてるよね、うん、どのラインナップもねめちゃくちゃ美味しいんで、これね、今まではさ、はい、マルシェ、はい、とかでじゃないと食べれなかったじゃないですか。そうですね。で、すぐ売り切れになっちゃったんだけど、今回このサンバエアマーケットにパワーアップして、はい、毎朝ですか、うん、大体、うん、直送、そう、鎌倉から直送で茅ヶ崎に届きます、うん、だからテイクアウトはできます、もちろん。で、結構でもいつも昼過ぎとかに売り切れちゃうから、うん、早めのご来店をお勧めいたします。週末が10時からで、平日が11時から。おー、あとね、プラスして、はい、僕のおすすめは、はい、これ塩プリン。塩プリン、ちょっとさ、あの、俺からプレゼントするからちょっとさ、食べてみて。何を。プリン。これもテイクアウトできるんですか。できます、もちろん。これもテイクアウトできる。いいんすか。はい、あの、まず何もつけないで食べてみて。ビジュアルやばくない、超可愛くない、これマジで美味しいから。まずは普通にここで作ってるプリンだからね、これは。すごいよね、自家製なんですね。そう、自家製です。まず何もつけないで食べてみてください、はい、ま、あー、今のちょっと痛い。このさ、このプニュっていうこの感じ、これ最高なんですよ。濃厚、本当に美味しい。で、これにちょっとこうやって手でパラパラパラって、このホノルルの塩なんですよ。茅ヶ崎の姉妹都市はホノルルですから。へえ、はい、その塩なんですか。そう、その塩です。こうパパパパってやるじゃん、はい、そうするとここにバッといきますよね。うわ、トロトロですね、うん、上品。なんだろう、この絶妙なんですよ、この甘酸っぱさ、はい、シュッとくる感じが最高にうまい。あなたたちメインディッシュの前にさ、デザートする。
や海上がりはね食べたくなるよね、でも、うん、本当にね食べたくなっちゃう。オロでもいいし塩プリンでもいいし、まあこの後ちょっとメインが来るからさ、はい、じゃあそれも最後紹介させてよ。わかりました、ね、はい、ちょっとじゃあ一回待ちます。はい、はい、いただきます。うまそう。こちらが、はい、私が超絶おすすめするスパイシー炙りサーモンポキライス。これっすよね。これだよね、やっぱ、はい、ヒロトもこれだよね、はい、これは本当に美味しいから。マジで味付けも最高だし、スパイシーのスパイシー感が、まあ、僕そんなに辛いの苦手じゃないですか、うん、はい、でもう本当に絶妙、うん、このご飯充実した後にデザート充実してるっていう感じだから太りますよ、うん、これはちょっと食べ応えがありすぎてね、ちょっとぜひこういう風にね湘南エリアで波あるときはお昼どうしようかなと思ったら僕はおすすめします。はい、はい、今ほら一生懸命仕事してすごいよね。でもサーフィンしてさ、ね、いろいろやってさ、カフェもさプロデュースしてるんだから、あの人すごいよね。すごいっす。だから俺はずっとバイトしてるって言い続けるこっちはマサのタコライス。おいしそう。気になる方はねぜひ遊び来てみてください、はい、サンバイヤーマーケット、はい、住所出しておきますんでね、はい、これから涼しくなってくるとさテラスもさすごい気持ちくなる時期になると思うから遊びにぜひ来てみてください、はい、ヒロトも冷めないうちに食べてください。いただきます、はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。次の週末お過ごしください。ハッピーウィーケンハッピーウィーケン。いただきます。